皆さん、体臭ありますか？体臭ありますか？いや、わかんないですよ、体臭は。わかんないから困ってるんですよ。こう、よくあるじゃないですか。JR とか。そうだね、ガタンガタン。これぐらいだよ。満員電車でイヤーをマーク。私も一人暮らし始めた当初、洗濯機って魔法の箱だと思ってたんで、何でもやってくれると思ってて、洗って洗った後、乾燥っていうのを押しといたら必ず完全に乾燥して、乾燥ってあれうちのボタンなかったんで勝手にやってくれるのかな。1時ぐらい置いてで、めちゃめちゃ発酵された。あー、こんななっちゃって、今日気持ちないよ。パブリーチバー、じゃあちょっと友達もこう押してるぐらい。じゃあね、収まんないっすよね。収まんないですけど、そういうね、生乾きとかだったら、まあ慣れちゃって鈍感になるっていう人はいると思うんですけど、うん、本当に汗とかの体臭とかだったらじわじわ出てくるから、まあ確かにね、本人は気づきにくいかもしれないし、普段匂わない人がこの時間帯は匂ってくるみたいなのがあるかもしれないですよね。自分で気づくのとっても難しいんですよ。で、ここで自分の体臭に気づく方法あるんですか？あります。ちょっとこれムカつかれるかもしれないですけど、絶対に自分は臭いって思うこと、そもそも、はい、あ、そもそものチェックする方法が仮にあったとしましょう。じゃあ脇と鼻をパイプでつなげましょうとかだったら、もしかしたらね、分かるかもしれないです、本人でも、はい、ただしそのチェックをいつやるのって話なんですよ、うん、結局チェックしないから、いつになっても自分の匂いに気づくことはできないんですよ、うん、いつ出てるか分かんないから。ならば常に絶対に出るって思っとく、備えあれば憂いなしってことですね。そう、普段の日常生活だったら今のままで生活できたら別に構わないですけど、とにかくこれを実践すべきなのはデートですよ。デートのタイミングでは自分は臭いって思い込むわけですよ。服はすごく大事なデートなんだったら、大人だったらクリーニングした後の服を着るとか、うん、間違いないわけですよ。で、朝ちゃんとかしたら、要は髪の頭皮の加齢臭とかもなくなるし、ね、毛とか目やにとかもなくなるじゃないですか。シャワーを浴びて、でクリーニングした服を着る。これで AG とか銀イオンとかのイオン系のわかりました。行く前にやっちゃって、そしたらもう匂いは一旦全然ないっていう状態でデートに挑めるから、うん、別に皆さん気にするポイントも何もないわけですよ、うん、で途中からあれ俺匂ってるみたいなのも気にしなくていいわけですよ、うん、最善の努力を尽くしてるから、うん、匂いあるものだって考えてデートの日は対策を講じるっていうのがベストですよ。で学生さんとかだったらちゃんとね、はい、洗濯物の匂いがないかっていうのをチェケラして、スプレーちゃんとして朝シャンしてっていうのを変わらずやっていけば、まずは1回目のデート2回目のデートっていうのを体臭とか清潔感で落とすってことはなくなるんですよ、うんうん、よく言うじゃないですか、いい男の条件のナンバーワンは清潔感だって。清潔感なんか簡単に手に入るんですよ。朝シャンしてちゃんと綺麗に洗って、ほんとにシワのない服を着る以上ですよ。そうですね、また清潔感のある男を増やしてしまったな。シャワーをしてクリーニングして洗って生ガキの匂いがないかどうかをチェックしてやれば、匂いっていうのはもうクリアされるというわけなので、うん、これで絶対大丈夫っていう手段は皆さんにねお伝えすることができてるんで、うん、ぜひ やってほしいんですよ。匂いが全くない人も、ね、はい、ゼロっていう人はいないですから、強さの問題ですからね。匂いはあるものだと思ってください。ちなみに朝シャンしたってことは多分ランチデートです。朝醤油ランチデートに行きましたと。じゃあ次、会社帰りの夜2人で会いましょう。ああ、どうしよう、会社帰りの夜シャンプーを浴びる時間はない。まあ、だから最初のデートっていうのは相手に自分の印象付けるすごく大事なデートだから、土日に設定すればいいじゃないですか。平日の夜そのまま行かなきゃいけないっていうシチュエーションを避けるべきですよ、1回目はね。2回目3回目以降ってまあそうもいかないじゃないですか。会う頻度を増やした方が絶対いいから、自分が匂いがあるっていう認識があるんだったらボディーペーパーとか持って行ったりとか、本当にやりきるんだったら着替えを持って行ってもいいですよ。あー、なるほど。ちゃんと拭いてスプレーして着替えていく、それぐらい清潔感っていうのは女性にとっては大事なものなんですよ。そうですね、それは別に高い服を着てる、むしろ高い服着てるっていうのはマイナス印象になったりするんで、うん、それもジャケット、シャツみたいな綺麗な服っていうのがいいんですよ。みんな体臭はある、強弱の問題なんですよ。朝シャンしよう、朝シャンして深くクリーニング出してシュッシュしていこう。夜デートもうやむなしな時は着替えを持ってく。自分がすげえ臭いって自覚してる人は着替えを持っていくからやってもいい。まあそうじゃない人は、自覚がない人でもちょっとねボディーペーパーでガーってトイレでね会社終わりに拭いてから行くぐらいはしてくださいね。はい、こういったねお得情報みたいなのを、お得情報自分で、はい、一番キャッチしたい人は、はい、チャンネル登録ねぜひお願いします。お願いします、はい、チャンネル登録はね今一番嬉しい質問ね、三度の飯よりチャンネル登録が好きなんですよ僕たち。いや嬉しいですね。はい、ということで本当にグッドボタンとコメントもねぜひ残していってもらえたらなと思います。ます。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。